ちょっと時間の関係で、第一部の、講演者に対する一つずつの質問に少し手短にお答えいただいて、それからパネルディスカッションを始めたいと思います。まずですね、第一部の一番最初、基調講演いただきました、東京海上ホールディングスの永村様へのご質問ですが、企業ごとの、気候関連開示の評価について、統一的なものを構築するという流れはありますかというご質問をいただいております。永山様いかがでしょうか。はい、木本先生ありがとうございます。あ、音声大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ご質問ありがとうございます。私の方から手短に、ご説明を申し上げます。気候関連を含む、サステナビリティ開示につきましては、私のプレゼンの中でも触れさせていただきました、国際サステナビリティ基準審議会、ISSB の下で、基準策定の動きがあるということはですね、多くの皆様がご承知の通りかと思います。TCFD の提言をベースとして、策定された、 ISSB の下で策定された公開草案が、今年の7月まで市中協議に付されておりましたけれども、その市中協議ので出された意見を踏まえたものを今最終版をですね作っている最中というふうに理解しておりまして、聞いているところによりますと、今年末までには固まるというふうに聞いております。で、ISSB の基準案といいますのは、TCFD の枠組み、TCFD というのは、先ほどどなたかもおっしゃってましたように、これはあくまで枠組みでありまして、そこに、加えて、米国のSASB というところ、米国のサステナビリティ、会計基準審議会というのがありますけれども、そこが、使ってきた、比較的こう業種別に細かいどういう開示項目が望ましいかというものが整理されたものがありまして、そういった推奨開示項目が合わさった格好になってまして、かなりこのSASB色が色濃く反映されたような格好になっています。結果的に、パッと見たところではですね、非常にこう細かい記述が目立ったりするわけですけれども、ただ、よくよくこの基準 の, 草案をですね読みますと、あくまでこれは マテリアリティ判断を、尊重するという内容になっておりまして、つまりマテリアルな情報と判断されたものについては、ISSB が進めるものを開示したらよいと、そんなような立て付けになっております。したがって必ずしもですね、そこにあるものがすべて開示を求められているわけではないので、それが注意が必要だと思うんですけれども、そういう内容のものが年末までには、こう固まることが想定される中で、ひとたびそれが固まった暁にはですね、今度は、各国ごとにこの国内基準にどう落とし込んでいくかというところが次の段階になるわけですけれども、ここは我が国におきましては、サステナビリティ基準委員会 SSBJ というところが中心的な役割を演じて、その辺の取りまとめに、入っていくことになります。で、そうした中で、どこまでですね、国際的にこう統一的なものになるかといったところについてはですね、これは今後 の, その各国での対応次第ということになりますけれども、我が国におきましては SSBJ がどういうふうにそこをこう、整理していくかというところにかかってくるかと思いますけれども、ISSB がこれまで、示してきたかなりこう細かい内容のものがですね、そのままこう開示要件に落とし込まれてくるというふうに、考えている人は少ないように感じます。そうですね、それで、そういうことですので、今日お話に出てたようなですね、こう物理的リスクの評価のこう細かい内容、例えばどういうシナリオを使うべきだとか、何度を使うべきかとか、そういったようなところまで、踏み込んだような、開示の方法論までを、の材目を決めるような、ことにまでは至らないんではないかなというふうに、
私自身は見ておりますけれども、まあ、今後のですね、動向は要注視かなと思っております。ちょっとお答えになっていたかどうか分かりませんけれども、私の方から以上であります。はい、ありがとうございました、永村様。それではですね、次に JR 東日本の矢野様にもご質問が来ております。ここに出てますが、御社におかれては物理的リスクはまさに洪水などで、新幹線が水に浸かるようなリスクがあると思います。おそらくリスク対策はコストとの兼ね合いになるかと思いますが、どのような方針基準で対策をされていますかということでございます。矢野さん、お願いします。はい、音声聞こえておりますでしょうか。聞こえております。ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。先ほど私の発表でも申し上げました通りですね、3年前の2019年の台風19号、によりまして新幹線の車両センターが被害を受けました。でこれを受けましてですね、新幹線のみならず在来線も含めまして、車内に専門の検討委員会を設置しまして、どのような対策を講じるか検討を行ってまいりました。鉄道施設の浸水対策につきましては基本的には計画規模降雨、こちらを想定しまして、洪水等によるですね、浸水した場合に故障して列車の運行ができなくなる設備、こちらを対象といたしまして、設備の重要度、まあ、いろいろ設備がございますので、その重要度等をに応じてですね、個別の対策をここの設備に対して、検討してきたという経緯がございます。具体的にはですね、先ほどの発表の中でもあります、述べさせていただきました通り、設備のかさ上げでありますとか、止水板、などのハード対策、であるいはですね、車両疎開システムの構築でありますとか、あるいは設備の予備品、予備を抱えておくとか、そういったようなソフト対策も合わせて、計画的に講じてきてまいりました。で、ただしですね、対象設備が非常に多数にわたって、したがってコストも、かつ工期も当然かかりますので、例えば新幹線や首都圏線区などを中心にですね、重要度優先度の高いものから順次対策を講じているというところでございます。ご回答とすると以上になります。はい、ありがとうございました。それでは続きまして農林中央金庫の中井様に質問が来ております。ちょっとこれ読み上げるのは省略いたしますが、よろしくお願い、ご回答お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。本日ですね、ご説明させていただいた、私の発表の資料6ページ7ページに該当する件にかかるご質問と認識しております。で気候変動リスクがですね、まあ、当金庫の事業財務にどのように影響するか考える際、まず金融機関への波及経路の考え方は、まあ、TCF リー提言でございましたり、 BCBS、バーゼル委員会等がですね、公表している文書、それらをですね、まず参照して考えをまとめましたというところです。で本日ご説明させていただいた内容ですね、お客様である投融資先のディスク機械がですね、伝播して、まあ、当金庫の財務インパクト となる点、これはですね、いわゆる信用ディスクの観点での影響となります。で一方で金融機関にとりましては気候変動によってですね、例えば金融市場ですね、株式や債券の市場が変化がもたらされてですね、市場の価格形成に影響するようなリスク、いわゆる市場リスクであったり、その他流動性リスク、オペレーショナルリスクといった、まあ、各種リスクについても気候変動がですね、リスクドライバーとなって、まあ、増幅させる懸念がある点を考慮に入れる必要がありまして、これらにつきましてはですね、まだ平均庫としましてもですね、分析の途上でございまして、まあ網羅的にですね、分析が完了しているわけではございません。で、まあ、今回ポートフォリオを俯瞰しましてですね、信用リスクから着手しまして重要度の高いセクター地域から分析を実施しているわけでございます。シナリオ分析ですね、実施しているわけでございますが、今後もですね、シナリオ分析の対象セクターであったりですね、地域については拡充しつつですね、先ほど申し上げたですね、信用リスク以外のですね、リスク分析にもですね、着手していきたいというふうに考えております。私からのご回答以上でございます。はい、ありがとうございます。それでは最後ですが、ガイアビジョンの北様に、ご質問が来ております。パキスタン水害のような事例においてどのように情報が活用できるか、北様よろしくお願いします。はい、ご質問ありがとうございます。北です。はい、パキスタンの水害、2020年夏ずっと
ありましたが、まあ、の過去にパキスタン2010年に、まあ、の国土の5分の1ぐらいが浸水すると被害があって、まあ、の今回は国土の3分の1が被害を受けたということで、やはりその気候変動の影響があるということは各所で言われております。まあ、の弊社 の、まあ、のツールとしましては、やはりそのデータの利用可能性を広げていく、で、まあ、のデータの分析コストを下げるという、まあ、のことを目指してアプリケーションを開発していまして、まあ、の実際にもすでに海外の分析、お客様にしていただいている事例はありますが、やはりその影響の、まあ、の影響にどれぐらいある、影響がどれぐらいあるかというところを、まあ、のいろんな方が可視化して、まあ、の議論できるというところ、まあ、引いてはその、まだこちらは開発中ですが、その影響人口や経済影響も、まあ、の可視化していくという機能、現在開発しています。まあ、そうなると、今度、まあ、の気候変動だけでなく、その特に途上国だと人権の話が絡んできます。まあ、の昨今、ESG、まあ、のサステナビリティ通しては人権の話題も非常に活発になっていまして、まあ、のこういった、雇用者を守るという観点からその気候変動に対応するという新しい視点でその気候変動に対応して、まあ、その企業や、まあ、の投資としてちゃんとサステナビリティであるということも必要になってくるので、そういった、まあ、の議論 の、まあ、のステークホルダーを広げて、まあ、より、議論を活発化し、その次のアクションにつなげるというところを弊社のアプリケーション、思ってやっていきたいと考えております。はい、北様どうもありがとうございました。他にも Q&A のところに書き込んでいただいたり、いろいろと参加者の方から、ご質問はあろうかと思いますが、ちょっとディスカッションの方も進めたいので、このあれ産官学、ネットワーク、これはこういう Q&A とか、ご相談とかご説明とか、これをみんなで進めていこうという、取り組みですので、今日全部、賄えないかもしれませんが、引き続き、活動の中で皆様の、疑問やご質問も取り上げていきたいと思っております。